声帯がんの治療のため療養していた音楽プロデューサーのつんくさんが4月4日、本人の母校でもある近畿大学の入学式にサプライズ登場し、昨年10月にがん再発を公表した後、初めてとなる公の場に姿を見せました。新入生約7000人への祝辞の中で、声帯の摘出手術を受けた結果、声を失ったことを活字のメッセージで告白しました。当日公開された本人のブログによると、昨年10月半ばに手術を受け、10月末に退院されたとのことで、今年1月からはキックボクシングを始めたりと、順調に回復されているようです。なお、つんくさんからの祝辞メッセージ全文は以下の通りです。Thank you.